上昇寺は奈良県高市郡高取町清水谷にある日蓮州の寺院。三号は寂しかも山。境内には高取城の石垣の一部が残る。旧本山は奈良常の理事、むしろ市方園。和道年間に寺が谷にあり、行基の開山と伝わる。宝寺二年日蓮大師、他同州の商人の参経せられた縁故により、元禄二年に日蓮州に改修される。 日蓮東流の言い伝えあり、日蓮大師が南東遊学の次に仏法を探求に向かった先が高野山。奈良平城郎の地より、イカルが法流寺に学び、数人の修行像と共に高野山に向こう。当地は、その高野への参拝路の途中に位置する。当時この地には、新言州の霊水寺という達中を持った寺院があり、東山もその霊水寺の達中で、 ただし霊院と名乗っていた。日連刀流の言い伝えから後世、江戸時代初期に、北家州一致派に改修。高取藩より二人ぶちという録を受けて反映した。奈良県内の日連州の寺院の中でも、その所有している土地の面積は、第二位と言われており、江戸時代を通して、武家の外語によって繁栄していた。しかし、明治以後次第に衰退していき、 農地解放などの政策によって大きな打撃を被り、檀家の大半を占める武家は職を求めて去った。日蓮宗としての解散は、中本山奈良城徳寺第十一世本理員に委託。本堂には、旧新本州時代の本尊であったと伝わる、東新大、薬師如来座像も安置されており、現在は、清水谷区によって、死も守るされている。和道年間、 行記により建立された。宝治二年日蓮が高野山に赴く途中、新言州の霊水自達中の清霊院に宿を求めたとの伝承があり、元禄二年本万寺の日干しが日蓮衆に回収し、源氏号に改めた。江戸中期に高取城主上村公により大回収された。山内には高取城主上村家の側室の墓がある。また、江戸時代より、 高鳥城下老職内、藤家、脇坂家などの菩提寺であった。平成4年に栗を新築し、平成10年には、現在の本堂を建立。平成21年には、三門復興。現在の住職は、日蓮宗に改修後29代目の不祥院日経。ありがとうございます。